アンヒロシ政は、韓国の政治家、元学生運動家、中世南道知事を務めたが性的暴行を告発され辞任。2019年2月1日、ソウル高等法院により、懲役3年6月の実刑判決を言い渡され、同年9月9日に韓国オポイの高速帰却により、刑が確定。1965年5月1日、 中世南道論産群武優で5人兄弟の3、何に生まれた。大田市の南大田高等学校に入学したが、1年生の時に大田市にある第1書店の店主から渡された地下新聞、ョン派事件に巻き込まれ、退学処分を受ける。牧新本が当時、大田市の本屋に入る路地の入り口に第一書店という社会科学の書店があった。ある日、創作と、 批評を探していた、アンヒロシ星に、天主は、ビョンチョン派という地下新聞を渡したと述べているのは、そのことを指している。その後、ソウル特別市潮型堂にある城南高等学校に転入したものの、間もなく自主退学し、大学生らの国府十一反対運動に参加した。だが、彼は、本格的に学生運動をするためには、大学に行くべきだと考え、その時から、 入試のための勉強を始めた。1982年に高等学校、卒業学力検定講師に合格、翌1983年、高麗大学に入学した。1986年には、彼が主導して、高麗大学校内の学生運動関連のサークル14を統合し、高麗大学校愛国学生会を組織した。 1988年半米青年会事件で国家安全企画部に逮捕され10ヶ月間刑務所に収監された。彼は高来大を除籍処分になったがその後1992年に復学し1994年に卒業する。1989年1月から統一民主党の国会議員金特龍の下で働いた。ところが 翌1990年1月に3党が合同に、合意、民主自由党が2月9日に発足した。当時、統一民主党に所属していた、力拓、金正吉、張伊沢は、僕さん、蝶、こ毛伊佐を、リアキラ、ロブゲンの7人は3党合同を拒否、金映像には従わずに、新しい民主党を結成した。統一民主党であった党員のうち、 安博ヒロ生を含む18人が残留を選んだ。以来、当事務総長、李鉄の秘書として働くが、やがて規制政治家に幻滅を感じた、安博ヒロ生は、1991年に辞表を出し、正サ氏に労働福祉会館を建てる建設現場で、2、3ヶ月、日雇い労働者として働く。1992年の第14代総選挙で、 李哲の当選を機に秘書職を辞任した。その後しばらく政界を離れ、出版社の営業部長として働いた。復学した高麗大学を卒業すると、1992年の総選挙で苦敗をなめたロブゲンをリヒカリサイと共に助け、1994年6月からは地方自治実務研究所の事務局長を務めた。2002年には、 新千年民主党のロブゲン大統領候補キャンプで政務チーム長を務め彼を大統領に当選させるに貢献した。しかるに2003年12月に複数の企業から大統領選挙資金を受け取った容疑で連党縁と共に拘束起訴され翌年2003年9月の控訴審で懲役1年を宣告されるソウル拘置所に服役。 出所後は大統領に迷惑をかけてはいけないと、ロブゲン政権の任期中は公職を遠慮する。ロブゲン政府の成果が適切に評価されないことを残念に思い、2007年、政府を評価するフォーラムを発足させ、その常任執行委員長を務めた。翌年、近代中とロブゲン二人の大統領の精神を継承すると、公約して統合民主党の最高委員に選ばれると、 さらに、地方自治実務研究所を引き継ぐ、より良い民主主義研究所の設立も主導した。2010年6月2日に行われた第5回全国、同時地方選挙では、激戦の末、自由戦神道の牧師を厚公報2.4%の差で振り切り、中世南道知事に当選した。民選では初めて改革性の強い民主党候補者が当選したことで、 地域感情を打破したという評判とともに、次期大統領候補に取り沙汰されるまでになった。アン・ヒロシ制率いる民選後期中南道政は、危機をチャンスに変え、新しい未来を開くために努力してきた。彼のホームページによると、政策のビジョンが次のように記されている。道庁移転事業を終了し、 内浦新都市を建設農業村に希望を与えるための産農革新を推進少子高齢化時代に備えた対策を拡大首都圏規制緩和に対応して新均衡発展に対する案を設ける産業都市化に対応する社会都市インフラを構築社会の二極化と都内の不均衡発展の問題を解消するために努力未来の地方自治の実現のための自治文献を推進良い仕事と 透明な同性をなし得る行政革新を推進また地方政府の有能なモデルを作ることを目標に姿勢を行っている。2014年中世南道は韓国マニフェスト実践本部の公約履行評価で4年連続最優秀の評価を受け、アンヒロ姿勢は2013年の時事ジャーナルの次世代リーダー100人の政治分野で1位に選ばれた。 2014年6月4日に行われた第6回全国同時地方選挙では、セヌリ党の知事候補である、テーマモルヒロ氏を8%差で制し、再選に成功した。保守勢力の強い中世南道で、知事再選に成功したことで、中世の期待主、地域や理念を超えて拡張可能な政治家という、世間からの評価が強くなった。2017年1月22日、 同年12月に予定されている大統領選挙への出馬を公式に宣言した。4月3日に共に民主党の公認候補を選ぶ党内予備選挙で文在寅に敗北したが、文大統領の任期後の共に民主党の最も有力な次期大統領候補であり、最も重要な投資候補だった。女性団体の会員が参加した女性のための大会を開催し、 女性の幸せと人権を叫ぶなど普段から女性の人権を強調していた。しかし、2018年3月5日に政務秘書が JTBC の番組ニュースルームに実名で出演し、秘書となった8ヶ月間に何度も案より性的暴行やセクシャルハラスメントを受けたと主張。秘書室は当初は合意の上であったと釈明したものの、直後に アン本人がこれを否定し謝罪、中世南道知事を同日付で辞任すると表明し、すべての政治活動を中断すると発表した。人気知事や有力な次期大統領という立場の力に、服従するしかなかった、政務秘書官に案がしてきたことは世間に見せてきた、人権や男女平等を強調するなどの言動で偽装した、姿によって欺いていただけだったという批判された。 2018年8月14日、ソウル西部地方法院は、元秘書に数回にわたって、性的暴行を加えた罪などで、起訴されていた、安博ヒロ被告に対し無罪を言い渡した。2019年2月1日、ソウル高等法院は一審の無罪判決を破棄し、懲役3年6月の実刑判決を言い渡した。同年9月9日、韓国王法院は検察。 弁護側双方の控訴を棄却したため、判決が確定した。2020年7月6日、アンヒロの母親の葬儀に、ムンジェイン大統領をはじめ、与党政治家が長過を送っていたことが判明し、革新野党や人権団体などから批判の声が上がった。出展。アンヒロホームページ。ありがとうございます。